激ロックウェブサイトをご覧の皆さん、ファシーコントロールのギターと歌をやっているジョンと、ドラムをやっているサブとベースのジョーです。イエーイ。今年で10周年の我々ですけど、はい、素晴らしいアルバムが完成しました。できましたね。6枚目のアルバムなんですけど、はい、タイトルはお二人さん、ロックス。ロックスということです。イエス。すげえロックなアルバムができちゃいました、はい、できました。これどんなアルバムなんでしょう。いや、今回はですね、マジタイトルロックスってあるようにですね、マジタイトで結構ストイックな、本当今の時代になんかすごく刺さるようなロックたちがすごく集まってるアルバムができました。僕たちもすげえ自信作だし、あのこれからね、あのバンドを始める人だったり、なんか今から楽器を始める人だったりさ、今までロックが聞いたことないとか、なんかそういう人たちにもすごくロックの窓口としてすごくサッと入りやすい音にもなってるし、ロック好きにもたまんないアルバムになってる。ぜひ聴いてくださいって感じですけどね。激ロックをね、はい、ご覧の皆さんですから。そうだよね。もう絶対好きでしょ。ロック好きが聴くアルバムね、こういうね、ロック好き用のアルバムなんですから、ね、それを引き下げて、はい、我々ワンマンツアーを10月からやります。よし、やりますよ。アルバムは9月の4日に発売です。9月4日ほいで10月からワンマンツアーが始まるでござる。そう、どんなツアーになっちゃうんでしょうか。ジョージちゃん、はい、いやもうこのロックス、僕らもね、自分の限界を 120% を超える勢いでちょっと作ったアルバムなので、はい、ライブは 200% を超えてくるんじゃないかと。 200% 超える、そのぐらいの魂のぶつかり合いがきっと見れると思うので、ぜひ皆様も、楽しみに、そんな僕らを見て嘲笑っちゃうんだね。もうガンガンぶつかって、はい、うん、すごいロックなイベントにしたいと思ってます。はい、楽しみ。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、てなわけで、ファジーコントロールのジュンと、さとこと、さあ、こまれでした。ありがとうございました。ジョーですね、今日でした。ありがとう、できたー。